手仕切り長谷部、変な名前でしょ。前の主でね、茶坊主の失敗を許せずに隠れた棚ごと押し切った記念の命名とか、そういう男なんですよ織田信長ってやつは。手仕切り長谷部、戻りました。俺の刃はただ今代の主のためだけにあります。ええ、俺にお任せあれ。主の命とあらば従いましょう。使いこなしてみせましょう。主命とあらば使いこなしてみせましょう。使いこなしてみせましょう。何でも切れそうですよ。何でも言ってください。俺は気ぐらいだけ高い連中とは違いますから。何でも言ってください。俺は気ぐらいだけ高い連中とは違いますから。他の連中がどうかは知りませんがね、俺ほど主の命に忠実な奴もいないと思いますよ。別に主が呼びたければへし切りでも構いませんよ。あなたはあの男とは大違いですからね。過去を清算してきた手仕切り長谷部です。もはや過去に含むことはありません。この刃は今代の主のためだけになる。